ははいいおはようございますキャプテンアスのバイブルトークですえー、今日は5月の10日えー、っとですね人の働きがね盛り上がってきたところで申し訳ないですけども今日から、えー、また第一歴代史に戻っていきます第一歴代史の10章、えー、ちょっと頭の中こんがらがあるかもしれませんけどもすみません一応もうこれの通りにやるというふうになってますので今日は10章いきます、えー、今月はもうずっとあれですね 歴代史ですねはいえー、1十章ここからですね、えー、ちょっと思い出してください、ね、サウルとかダビデとかそういう話ですよ十章一節,節から <laughs> ペリシテ人はイスラエル人と戦ったその時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げギルブア山で刺し殺されて倒れたペリシテ人はサウルとその息子たちに,に追い迫ってサウルの息子ヨナタンアビナダブマルキッシュは を打ち殺したた、死んじゃったヨナタン今月は攻撃はサウルに集中し伊手たちが彼を狙い撃ちにしたので彼は伊手たちのために傷を負ったとサウルは道具持ちに行った「お前の剣を抜いてそれで私を刺し殺してくれあの割礼を受けていない者どもがやってきて私を殴り物にするといけないから」しかし道具持ちは非常に恐れてとてもその気になれなかったそこでサウルは剣を取りその上にうつ伏せに倒れたと。 道具持ちもサウルの死んだのを見届けると剣の上にうつ伏せに倒れて死んだこうしてサウルは死に彼の三人の息子も彼の前科も共に死んだというところでまあこの後もちょっと続くんですけどもこれサウルがねあの死ぬところですえいきなり出てきていきなり死んじゃいましたけどもまああのこれあれですよねあのー、 捕まって恥を追うぐららいなな死んでいるなんかその侍っぽいね日本の侍のような自害するようなねそういうシーンでちょっと興味深いなと思うんですけどもさらにそのね道具持ちも主君と一緒に殉死ですよねこれね。という箇所ですけどもえサウルがね死んでダビデがこれから あの王様になっていく上でダビデの話がこの後続くんですけどもまあ今日ねサウルの死のところえ最後のところちょっと見てみましょうかね13このようにサウルは主に逆らった自らの不審の罪のために死んだと主の言葉を守らずその上霊媒によってうかがいを立て主に尋ねなかったそれで主は彼を殺し王位をエッサイの子ダビデに回されたということでこのサウルがねあの死んだ原因は 主,に主の言葉を守らず主に尋ね,尋ねなかったということになっています。えーね、ダビデとあの対比してもいいと思うんですけども主に従うと主に尋ね求めるとこれシャールかなダーラッシュかな、えー、とにかくこのねあのサウルサウルは 名前がね、名前はこれシャウルってあれですよシャール死、ねえー、を求める尋ね求めるっていう名前にもかかわらず主を伺うっていう名前にもかかわらず主に尋ね求めず逆にこの霊媒とかねそれ違うところに尋ね求めてしまったとで自分の名前はすごいいい名前なんだけどもそれを神様ではなく違うところに、えー、求めてしまったっていうのがこのサウルの敗因、まあえー、と言ってもいいかもしれないですね。 えじゃあダビデえ今日ねあのエッセイの「ダビデ」にこれから「王位」が映っていくんですけどもえねこの切り替えがちょっと大変大変ですけどさっきまであのそうですよサウルとサウロっていうのはね名前結局同じなんですよね。あの名前のこの由来っていうのはねシャールってから来てるからでこの間までサウルがやってできたのに今度ここでね、えー サウルが死んじゃったとこれ狙ってるとは思いませんけども変なね面白いつながりでここからはサウルでなく、えー、でサウルも死んじゃいましたのでこれからダビデの話が始まっていきます。それではまたご意見よう